この建築物の一覧では、世界の建築物の土地占有面積、利用可能空間、及び床面積の順位による一覧を記載する。この記事における、建築物という用語は、人間が利用する空間が連続してつながっている、単一の建物を指しており、工場や倉庫などいくつかの構築物も含む。ベルリン近郊の EN、アイリムは、区切りのない空間の体積が、 世界最大の建物であり、ワシントン州エバレットのボーイングエバレット工場は土地占有面積と建物全体の体積が世界最大の建物であり、新世紀環境中心は延べ床面積が世界最大の建物である。モスクワに建設することが提案されているクリスタルアイランドコンプレックスは建物の表面積が 現状の最大の建築物を2倍以上回る予定だったが、世界金融危機の影響でプロジェクトは凍結されている。ボーイングエバレット工場ドイツのアイリムこの一覧では、世界中の建築物を利用可能空間の体積が大きい順に記載する。この一覧では、世界中の建築物を土地占有面積の体積が大きい順に記載する。 ドバイ国際空港ターミナル3のコンコースにベルジャやタイムズスクウェアペンタゴンルネサンスセンターセントラルワールド大阪ステーションシティザ・ベネチアン・マカオこの一覧では世界中の建築物を延べ床面積が大きい順に記載するエリクソングローブこの一覧では世界中の建築物の各用途ごとに最大のものを記載するありがとうございます